井上義子これは、神奈川県出身の指揮者。1979年、中学卒業と同時に等。ウィーンでピアノを学び、指揮を、クルトベース、セルジュ・チェリビダッケラに指示。バイロイト音楽祭では、ホルスト・シュタイン、ケルン放送交響楽団等ではガリー・ベルティーニの元研鑽を積む。レナード・バーンスタイン、小沢聖司らのアシスタントも務めた。 1992年、ブルの国立フィルハーモニー、管弦楽団定期演奏会でデビューして以来、チェコ、ポーランド、旧ソ連等を主に、東欧を中心に活動。ロリス・チェク・ナボリアンの地遇を得たことが、きっかけとなり、1993年、アルメニアフィルハーモニー管弦楽団を指揮、以来2000年まで、客演指揮者を務める。2000年4月、井上の尽力により、 同オーケストラは、日本政府の無償資金協力を得て、楽器等を一新、井上自身のプロデュースで、国際交流基金の助成による日本音楽習慣を実現させ、朝日新聞紙上で大きく取り上げられた。2001年から2003年まで、アルメニア国立放送公共楽団客演指揮者を務め、2013年からはモンゴル、国立音楽舞踏大学の客員教授と、 モンゴル国立フィルハーモニー管弦楽団の客員指揮者を務める。自ら設立したジャパンシンフォーニアとアマチュアオーケストラのジャパングスタフ・マーラーオーケストラの音楽監督を務めている。ブルノフィルとチャイコフスキーの公共曲第5番、チェコナショナル公共楽団を指揮して、ピアニスト、盾野泉とのラフ・マニヌフ、グリーグ、ブラームスのピアノ競奏曲、 ワルシャワ国立フィルハーモニー管弦楽団とフジテレビ制作のテレビドラマ北の国からのシンフォニックアルバムをレコーディング。近年はアルトゥスレコードよりアルメニアフィルとの共演やジャパンシンフォニアとの定期演奏会の記録が多数発売されている。ありがとうございます。